2週間前は大敗してる相手ですので、今日は、次のステージに向けてもですね、必ず勝たないといけない試合ですので、前回の敗戦を糧に、今日は勝てるように準備していきたい。
去年の思い出して、素晴らしい雰囲気だったよね。国立でハッピングに泊まって、今年も国立やで、もう一回このメンバーで俺はあの場所に戻りたいな、リベンジしたい。最高全員でな、全員で、まあ、最初から入りから強くね、よし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 、よの壮太、この大事な一戦にスタメン起用されています。昨シーズンはこのルヴァンカップで3ゴールを挙げてニューヒーロー賞に輝いた。香川真司は逆サイド、上条の先、山中、はい、クロス、ここで原川、亀田抜けてきて折り返す、レオセアラ、オーバーヘッドだ、決まればスーパーゴールだったんですかね。そうですね、左足へ打ちに行きましたからね。そうですね、ワイドに出して木村、前を向いた、ここでシュート、キム・ジンヒョン止めた、またスーパーセーブ、香川真司、この辺りさすがです。さあ山中に出して加藤睦月の先、中原だ、こぼれたところ、亀田、まだある、オフサイドフラッグが上がりました。山中運んで切り返して香川、逆サイド、松田陸ヘッド、こぼれたところ、亀田守った、京都、今のは選手のパスをね、もう狙いを持ってあそこ入れてるんで、はい、気づいてなかったですもんね。ここも背後から入ってきて、アピアタビア選手ね、はい、体でつけてパスしましたね。そうですね、加藤睦月に出た、浮かせて香川が来る、ホイッスル、あー、そしてここで試合終了のホイッスル。
上げてくれるか。まあ、残念な結果やったけども、もう最後までね、追いつきたい、勝ちたいという気持ちは十分伝わった、ね、それはすごく大事。で、ルヴァンもあと2試合、勝ったらまだまだ可能性あると。いや、もうすぐ、次、柏戦があるから、持ち切り替えて、今日からもうすぐ準備する。いや、また頑張っていこう。OK。はい、いよ。よいしょ。あの前回0-4で負けてるっていうのもあって、まあ、今日は何としてもあのサポーターの皆さんの、まあ、声援に応えたかったんですけど、まあ、負けてしまって本当にあの、まあ、申し訳ないですし、個人としても、まあ、チャンスありながら決め切ることができなかったんで本当に悔しいです。まあ、ルヴァンもまだ全然可能性ありますし、まあ、リーグ戦も、まあ、前節勝ってるんで、リーグ戦は連勝できるように、日程は厳しいですけど、まあ、いい準備してやっていきたいなと思います。特別な場所で サッカーのすべてを今感じよう。A sustainable future. Myanmar.